ヨセミテ国立公園、ランバート道具の迷子石迷子石とは、氷河によって削り取られた岩塊が、長い年月のうちに氷河の流れに乗って別の場所に運ばれ、氷河が溶け去った後に取り残された岩のこと。多くの場合、その場所の地質とは異なる岩が不自然な形で、止まるため、まるで誰かが意図的に置いたかのように見える。迷子石を調べることで、氷河が、 どのように存在したかがわかる。赤道付近の南アフリカのナミビアにある迷子石が22億年前と6億年前に地球全体が厚い氷で覆われたというスノーボールアース仮説の証拠の一つとして挙げられる。アメリカのセントラルパークには芝生の上に迷子石が残されている。ドイツのベルリン大聖堂前の広場には北欧から運ばれた迷子石で作られたシャーレがある。 エビーモンブ編、学術用語周知学編日本学術振興会、1984年、ISBN4 から818184012。NHK、地球大進化プロジェクト編、NHK スペシャル地球大進化46億年、人類への旅、全球凍結日本放送出版協会、2004年、ISBN4 から14から080862から、4。 ありがとうございます。